どうもカゲヤンです。今日はですね、五感を正常に働かせるということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、五感というのがありますよね。えー、味覚、収穫、触覚、視覚、えー、あとなんですかね。えー、まあ、五感、えー、五感ですね。五つの、えー、味覚、収穫、触覚。触覚 えー、なんでしたちょっと待ってくださいあ聴覚ですね収穫聴覚ですねこの五感をね、えー、働かせることによってですねあのー、こうね 自分が受け取る情報をね正しくキャッチできるということになるんですねそのためにね自分を内観する自分のこう内面をね見るというかそういうことが大切やと思うんですね。で緊張させ ししまうととねね緊張していいると、えー、五感が正常にに働きにくいんです、ね、だから緊張するっていうのは心だけじゃなくね体もね緊張させる緊張する、えー、凝ってる状態とかね、えー、緊張した状態やとあのー、五感を正常に働かせにくくなるんでですね、えー、リラックスさせることですね、えー、リラックスさせることによってね、えー、脳がね快、えー 不快のにそのことによってですねご飯五感がですね正常に働くことになるんですねで正常に働くことによってその情報を、えー、しっかりとキャッチする、えーえー、正しく受け取ることができるようになるということですね、えー、情報というのはその例えばニュースとかそういう知識,知識とかそういうことだけじゃなくてですね自分のその見た,見た情報とかねその感じる情報とか。 そういう味の情報とか、そういうのが正常になっていくんですね。で、正常に受け取れることっていうのがすごく。あのー、大切になってくると思うんで、あのー、そういう風うにしてですね。あのー、五感を正常に働かせていった方がいいと。 いうことですね体にとってと心にとってもでもですしその人生まあ、大きいことで言うと人生でもそうですしその正しく情報を受け取るっていうことができるっていうのはやっぱりそれだけでも能力やと思うんでねそういうことを身につけていくという形をとっていった方がいいというふうに思います。だから、えー 脳を解にするリラックスさせるっていうことですね緊張を取るということですねそういうことをこうそういうことに意識を向けるというかで意識をそこへ向けてそのためにどうすればいいかっていうことを考えてやるようにすることですねそうすることによって五感が鋭くなって情報をキャッチしてそれを自分の中でこう受け取るという形を取るんですねそうすることによってえー、こう正しい 動きという行動ができるというかねそれに対してのその考えであったり受け取り方とかもね正しくなっていくと思うんでね是非五感をね、えー、正常に働かせるようにしていきましょうというかまああの行った方がいいんじゃないかなという僕のことです考えというかということです。ということで今日は五感を正常に働かせるということについてお話しさせていただきました。 ということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます